やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。そういえばさ、すごくて、なんか雷神のガチ恋 DM がすごいのよ。本当に俺に来るのってさ、俺に言ったらワンチャンあるから来てんのかな。いや、しねえよ俺が紹介。なんで俺がアテンドしねえってできねえんだよ、ふざけんな。で、今回ちょっといろんな方に DM を募りまして、まあ、ガチ恋の方は俺に DM をしろって言ったいろんな方が DM を来まして、俺は紹介したい人が一人いる。俺、雷神に紹介したい女の人が一人いんの。だから今日配信開いたと言っても過言じゃない。俺は雷神に直接は言わない。でも俺は雷神に届いてほしい配信、YouTube の動画を作りたくて今日配信を開きました。まずちょっとゆっくり紹介していこう。雷神さんの考え方が死ぬほど好きで、最近の雷神さんになりたいと思ってきました。これはガチ恋ですかとか。雷様は隠れガチ恋です。雷様で付き合ってる方いらっしゃるんでしょうか。うさぎハート。まあ、いるんですよ。ちょっとずつ加速していきますよ。スタミさん、雷神ガチ恋相談所お願いします。前回のストサバラストでクッキーマンになった雷神さんから雷神さんを知った新規女です。私はこの世間が推し優勝など、オタク文化を受け入れられなかった時代から生きていたものです。主な行き場所はニコ生だった私は、今も別界隈の元ニコ生主、某活動者を長年追い続けています。そんな私がチョロ女なので、配信で自分がしたコメントなどの反応があった時はすぐ画面を録画して保存して裏返り投げ捨てるなどの日々を過ごしており、聞いた時には対応注意になっている日々です。そんな私がついに先日ラストの雷神さんを知ってしまい、最近はたまに配信を見るレベルまで進化してしまいました。まあ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 、長年流れだとこの後コメントをしだして西洋赤を作ってしまう未来が見えます。まだそこまで行ってないっていうね。まだ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 、ロロやってるやつにろくなやつはいないよという噂をよく聞くので、雷神さんもろくなやつはないのですか、ないのかと疑ってしまいましたが、先日のスタサバの GTA で律儀に信号を守ってるシーンを見かけて、またまた心が揺らいでいます。私はこのマスキーになってもいいんでしょうか。はいはいはい、まだ入りきれていません。やっぱりね、みんなガチ恋になるっていうのはね、どう避けたくあるらしいんだよね。はい、次来ましたね。入り込んでる人。雷神さんガチ恋勢なんですが、ロルがみじんもわからなくて詰んでます。ロル始めたけど AI 戦から抜け出せません。ロルが楽しいと思ってるわけじゃなくて、雷神さんが言ってることがわかるようになりたくてロルを始めたので、もう訳がわかりません。はちゃめちゃです。私が今何をやっているんだ、そもそもロルがわかれば何になるんだが、最近頭をしたり支配してきて、大好きなオーバーワッチ2ばっかりやっています。雷神さんが早くオーバーワッチ2をやってくれれば、全部解決なのになと思いながら太陽さんのオーバーワッチ動画を見ています。ちなみに太陽さんは全然ガチ恋じゃないです。英語喋ってすごいなと思っています。ガチ恋かわいそう。なんで太陽って、そういらねえよ。ちなみになぜこんなにロルで悩んでるかというと、話が弾まない限り恋愛なんて始まらないと思ってるからです。雷神さんの会話ってロル以外で盛り上がるもんなんでしょうか。いや、雷神を舐めてるだろ。お前本当にガチ恋なのか。雷神ロル以外で喋れないと思ってる。そんな人間じゃないからね、別に。はい、雷神にはロルしかないと思ってる。まずこいつおかしい。まあ、だダメなんだよね。俺の目線からするとさ、ガチ恋って言わない。お前ガチ恋ぜって言ってるけどね、ガチ恋ぜって言うんだったら俺たちより理解してほしいよね。浅いんだよ、雷神が。雷神様にガチ恋を仕掛けたんですが、自己管理できない女は無理。的な発言を切り抜けてみて筋トレ始めて、腹筋割れるまで頑張れて、今、週5の筋トレが趣味になりました。筋肉を抑えてながら楽しく生きています。ただ、スタさんの脂質制限の話も並行していますと。おお、週5はなかなかね、ガチだね。こんな方もいます。ライ様の奴隷になりたい女です。もしお冬でライ様の写真が撮れる機会があったら頭を踏んでもらいたいのですが、やってくれると思いますか。無理ならライ様に土下座する写真で妥協かなと思っています。雷神はやってくれます。雷神さん頭を踏んでください。うん、いいよって言います。モンキーさんガチではどうすればいいですか。これちょっと、なんで俺ガソしたんだろう。俺本
当にあなたに朗報があります。これ知らない人がほぼほぼだと思うんだけど、極秘の情報を持ってきました。これ本当に広めないでほしいんだけど、モンキーさんね、マッチングアプリやってるんですよ。これなんですけど、スルカモンキーさんとマッチングしました。これね、やってないですね。いきなりマッチングすまん。このアプリ始めたばっかりやから、初マッチングでめっちゃテンション上がるわ。マジよろしく。でもこんな感じで。モンキーさんと出会いたい方は Tinder やってください。Tinder を。というわけで、これ以外にも数々のね、まあ、私はライジンさんのガチ恋勢ですという方を、一部を、紹介させていただいたんですけれども、お前らはガチ恋ではない、断言できる。先ほども言いました、俺が今回の配信を開いたのは一人の女性をあなた方に紹介したいからなんだよね。これがガチ恋だという、これがファンなんだという、ここまでしないとうちの雷神には届かないという俺からのメッセージでもある。それをちょっと見ていただきたい。こちらをちょっと皆さんに見てほしいなと。雷神さんにガチ恋すぎて人生が前に進みません。佐藤はじめまして、私は数年前から雷神さんにガチ恋をしています。どうしても出会いたくて昨年東京に引っ越してきました。積極的に飲み屋などに出るようにはしているのですが、未だに出会えていません。雷神さんには多くのガチ恋女子がいるのは知ってるのですが、私は自分自身がそんなうぞうむぞうと一緒だと認めたくないのです。でも結婚適齢期を目前にして頭の中ではそろそろ諦めなければいけないことも分かっています。どうにか雷神さんに見合う女子になりたい。成熟しない、恋ならばせめて振られたい。だから一度でいいから会いたいです。振られるために会いたいと。雷神さんにもし会えた時のためにこの日まで自分を変えてきました。細身の女性が好きやと聞いていたので、もともと50キロ身長150で、あった体重を1年半かけてジムに通い40キロまで落としました。ゲームが下手では会った時に幻滅されると思い、1日15時間ロールを続けマスターまで行きました。代償として仕事を失いました。自立している女性が好きだということを聞いたので、無職では嫌われてしまうと思い家でできる仕事を探しました。結果小説家で、ちょうどいいなと気づきました。そこで小説を書いてコンテストにて受賞、プロデビューしました。グルメの方だと知っているので料理ができるようになろうと思い調理師免許を取りました。今はマグロの解体を勉強しています。でも今日もまた雷神さんには会えませんでした。私が会えない間、雷神は今日もまたどこかで他の女の子を腕の中に収めてるのかと思うと嫉妬で気が狂いそうです。配信を始めればいつか絡めるのではと思い配信を始めましたが、思ったほど視聴者が伸びません。ある日、俺雷神と似てるし会ったことあるから俺と会う、という視聴者から、声をかけられました。ネットで人に会ってはいけない、そう分かっていても本当に雷神さんに似ているならと昼も夜も悪魔のささやきが止まりませんでした。雷神さんと付き合えた時幻滅されないようにと今まで異性と付き合ったことはありません。自分の中で初めて男性からの誘いに心が強く揺らいだのです。そこでシャルさんに相談しました。シャルさんからどんな理由があっても、どんな理由があってもレッドの人と二人で会っちゃダメ、せめて複数人でと止められました。シャルさんが相談に乗ってくれず止めもしてくれなかったら自分はどうなっていたんだろう、そう思うと自分で自分のことが怖くなってしまいました。これ以上時間が経つと私はモンスターとなり、いよいよネトストに手を出してしまう気がしています。シャルさんお願いです、止めてください。雷神さんとはこれ以上どう頑張っても会えないのだと、私は選ばれない負け組の女だとはっきり言ってほしいのです。長文を書いてる最中にもロールチャレになっていないから会えないんだ、芥川賞を取れないから会えないんだ、シェフになれていないから会えないんだと自分の不足を実感して泣いて吐いています。私は雷神さんから解放されたいです。よろしくお願いいたします。まずはこの DM が来ました。俺もちょっとここまでないなと思っていろいろ送ったんだけど、証拠の写真送られてきました。出版契約書、これちょっと出せると、これちゃんとね証拠があります。これガチです。はい、
で、おもれえから土地を教え、それ以上教えろと。ご返事ありがとうございます。これ以上、どう面白くしようもないのですが、どの辺が面白かったのでしょう。全部おもろいぞ。ライジさんのどこが好きかと言われると、正直、顔じゃないです。たまにする、という鼻で笑う仕草。イライラした時の下打ち、お前さ、という俺様のような態度。なのに、楽しい時は子供にケラケラと笑い、仲間が大好きで仕方ないといった様子。どれも性癖にぶっ刺さりすぎて、頭がおかしくなりそうです。ご飯は毎日2人分作り、ライジンさんの配信をテレビに流しながら食べています。離席をした際は配信画面から抜け出して、私に会いに来てくれているのだと思い、いつもお疲れ様、まだ頑張るの？お水いる？などと扉に向かって声をかけます。すると配信に戻った時も、みんな私の顔を見に離席してくれたんだよという気分になります。小説の方ですと、ライジンさんをモチーフにキャラを作って主人公を性別問わず、恋愛をさせてみたりします。この本を買った読者たちに遠回しライジンさんを布教できていると思うと優越感があります。しかし同時にまたライジンさんを好きになる女が増えたらどうしようと思うと具合が悪くなり、家に届く憲法は、全て自分で読むことなく焼き捨てています。ロルはチャット暴言が多いのですが、そのどれもライジンさんからのチクチクだと思うと幸せな気持ちになり、今日まで続けることができました。自分でも頭がおかしい行動をとっているという自覚がある分、余計に死にたくなります。もう変わりたいです。好きじゃなくなりたいです。嘘でも、棒読みでも、合成でも何でもいいから、お前のことなんて好きになるなんて絶対ないから。俺には彼女がいると言ってほしいです。ネトストと、書きましたが、今のところ入門編として、過去1年分の配信や開始時間、終了時間、ツイート、リプ、いいねを含むゲマゲマ会話のツイートなどから出会う確率を上げるために主な生活時間と外出をするサイクルを割り出そうとしています。まだ資料集め中で、実行には移していません。それとあまり乗り気ではなかったのですが、フォイ君のセフレが、歌舞伎町にやたらめったらいるので、その子たちから経由してフォイ君とつながってストリーマーを経由してロールでつなげてもらいたいとも思っています。これらのことは絶対やったらダメなんです。でももう自分じゃ止められないんです。新しい出会いに目を向ければいいなんて理想論は分かっています。でもそのためにこのおかしな思考回路を殺さないとダメですよね。どうやったら自主失恋ができますか。この話が本当かどうかの確証がないと思います。一応シャルさんの DM、 出版契約書、シェフについていた和牛の買い付け、マグロの画像を探したのですが写真として残していなかったようです。それとダイエットの結果です。これ写真が送られてきます。馬と一緒に写ってるのが、昨年、水着が今年です。まだライジンさんの理想には遠いしようか。馬はライジンさんが競馬に行ったことがあると言ったので、馬主になり北海道へ行った時の写真です。これちょっと問題があって、馬主になってるんで名札がここにベンと載ってるから、個人情報がダダ漏れなんで配信に載せられません。ちゃんとしてください。それ載せられません。でこっちはちょっと個人情報が出てなかったんで、画像出そうと思います。買い付けに行った時の写真からドン。和牛の買い付けに行った時の写真が送られてきました。これが行動力。今マグロの解体を勉強してるんですね。皆さん長文でしたがありがとうございました。もう一度言おう、これがガチ恋だ。お前さっきの女なんつったよ。私はロルをやってる理由がわからない。オーバーウォッチ2をやってくれればいいのに、舐めるんじゃねえ。お前のことをなんて言うか知ってるか。うぞうむぞうって言うんだよ。言ってやったさ。間違いない、これは。俺がね、確信を持って言えるよ。お前が一番だよ。いろんな、その証拠の写真だったりが送られてきてるんだけど、ちょっと配信載せられるのが今のぐらいだったんで、馬をこうやって撫でてる写真があったけど、もう名札がここにさ、本名が載ってんの。バカなんと思って。というわけで、この人の悩みとしては、私を止めてくださいと。ガチ恋をね。一番最初の文章がそもそも、ライディンさんにガチ恋しすぎて、人生が前に進みません。お前はもうこの一行目から間違ってる。お前の人生は進んでる。やめるべきではない。ストーカーをしなければ俺は続けていいと思うよ。お前はライディンに人生を進めてもらってるよ。結婚だどうとかじゃなくない？今お前はそれ以上に人生が輝いてるよ。素敵な人生を進んでるよ。
世の中に踊らせるんだよ。周りが結婚してなんだよ、関係なくない？周りの声とか聞くな。お前の人生は誰よりも何倍ものスピードで進んでる。かっこいいよ。でも俺はお前のことを雷神に言うことはない。今の速度がちょうどいい。俺たちはお前に早すぎてついていけないよ。ね、お前はもうその速度に慣れてんだから、その速度に人生を歩んだ方がいい。俺なんかが介入する隙間はない、という、今回の配信のメイン、雷神には紹介しないけど、俺からちょっとこの人には頑張ってほしいなと思う一人の女性を紹介させていただきました。拍手じゃない、これは拍手、素晴らしい、これは拍手でしょ。これは君たちはどう生きるかってことなのかもしれない。あー、今日きタイトル回収者、これ君たちはどう生きるかなのかもしれない。これはまあこれである意味落ち着くんじゃないかなと俺は思ってる。ぶっちゃけ俺への DM はね、このレベルのガチ恋を見せられたら、私はガチ恋だって名を挙げる人って俺はいないと思うんだよね。ほんとうぞうむぞうの方々は反省してほしいね。今だからもう読み終わったから言えるんだけど、これちょっとクオリティダウンしてるから、ちょっとどこかは言えないけど、もっとすごい成果を出してるんだけど、この人は証拠付きですごい成果だから配信で言うとバレるんだよね。はい、というわけで俺も満足しました。君たちは満足度が高かったんじゃないでしょうか。君たちはどう生きるかとか、そういう配信でした。さよなら。